中日ドラゴンズ、開幕5試合で3完封負け。中日は2試合連続で完封を喫し4連敗。開幕5試合目で早くも3度目の0封負けで、2日の巨人戦の9回から99イニング連続無得点となった。12球団で唯一ホームランも無視。140試合だと84完封負けになるわけか。こんな試合を見に行った人もおるんやで。ロドリゲスおらんからしゃあない。ロドリゲスじゃ点は入んねえよ。中日地味にヤバくないか。地味？立浪じゃなかったら全部完封やったんやぞ。まあ負ける時もあれば点取れない時もあるよ。ヤクルト投手陣が鬼強なだけ説もあるのでセーフ。まあそのうち打つやろ。そうは言っても出塁はしてるんだよな。ホームラン打てる外人取ったら相当強そう。相手が強すぎるわ。侍ジャパンに勝って勝ち運使い切った説。小笠原の涙がなければ総得点4だろ。ありがとう小笠原。